パラソル型持ち運びができるレフ板。折りたたむと小さくなるため携帯性が高い。レフ板は、撮影の被写体に光を反射させる板。乱反射鏡の一種である。主に写真、映画、テレビの撮影で用いられる。レフは、反射を表すレフレックスのドイツ語読み、レフレックスから。カメラを用いた撮影を行う場合、太陽光や、 人工照明などの光源があり、それからの直接光以外に、その光線を反射させて、間接光として利用することがある。そのためには一定の反射率を持つ素材を扱いやすい、形状に加工する必要がある。シーツのような白い布を用いたり、カポックと称される発泡スチロール板を利用することもあるが、大きくなれば、ロケーションなどでの可搬性や、機動力は乏しくなり、 それに向くものが既製品のレフ板である。反射材となる布を金属製、または樹脂製の枠に貼り付けたもので分解あるいは折りたたむことが可能なものが多い。円形の丸レフは枠が容易に変形し、ねじって折りたたむことができる。四角形のロールレフは枠が4本の中空パイプを組み立てたもので、不要の際には枠を分解して反射材であった布で、 巻き取って、持ち運びができる。布は、白色、銀色、金色、青銀色などの反射率の高いもののほか薄手の白色である、程度光を透過させる素材のものも用いられる。また片面ごとに、色が異なるものもある。透過素材のものは、強い太陽光線を遮り、直射日光を柔らかい光に変えるために用いる、ディフューザの役割を果たす。 あるいは不透明なものを用いて被写体に影を作ることもある。本来の用途とは異なるが、フレアやゴーストを引き起こす有害光を遮るためにカメラにかざす使用法もある。晴れ霧りとも呼ばれる。野外でのポートレート撮影を行う際の一般的な使用方法としては、逆光の状態になる用被写体を太陽を背にして立たせ。 後方からの光線を前方で反射させて、顔及び前面を照らす。これにより、巡行状態で発生する強い意味絵を防ぐことができる。さらに瞳に映り込むレフ板がキャッチライトとなり、表情が生き生きとして見える効果もある。なおレフ板の形状がそのままキャッチライトの形となるため、それにより撮影された映像の印象が異なる。 反射面の色の選択は、光線状態や、撮影意図によって行う。反射率の高い銀色系は、ドン時の修光に役立つ反面、晴天時では強すぎ、映像的にはコントラストが強くなり、またモデルにとっては眩しく動向が縮まってしまう。その際は、反射率の低い白色系を用い、低コントラストの柔らかい光線とするのが良いとされる。 森林など周りからの照り返し、光の影響で、緑色の色かぶりが起きることがあるが、それを打ち消すために、金形を用いるテクニックもある。同じレフレックスという言葉が、語源にある一眼レフカメラの内蔵部品、レフレックスミラーが、レフ板と呼ばれるケースがあるが、誤用である。レフ板が関節光を作るものであるのに対し、レフレックスミラーはフィルムに結像する光をそのまま、 ファインダーに伝えるためのものであり、用途が全く異なる。反射鏡って何カノングローバル2019年10月13日、閲覧。ありがとうございます。